ナン天ウは、甲虫目天ムシ科の昆虫。単に天ムシという和名もある。和名の通り日本やアジアでは、多くの地域で普通に見られる代表的種で、天敵製剤としての研究も盛んだが、もともと分布しなかった多くの国でも外来種として拡大しており、問題となっている。年にか、成虫は集団で越冬する。気温が高くなると仮眠を行う。 多くの種類のアブラムシを捕食するジェネラリストで、幼虫も成虫もアブラムシを食べる。アブラムシ類が寄生する様々な植物に見られる。色や反紋に変化が多く、紋のないものから19個のものまでいる。2から4紋型は九州方面に多く、19紋型は北海道、東北、日光地方に多い。紋の少ないものは黒地に赤もしくはオレンジ色の紋。 門の多いものはオレンジ色の地に黒い門、門のないものはオレンジ色である。生物の予約として品種改良等による飛ばない波点灯の開発が行われており、国内でも実用化されている。しかし、波点灯は実は攻撃的な種であり、他の点灯虫まで捕食する上、拡散力も高く各国の在来の点灯虫を脅かしている。 外虫防除の目的で各国で移入された結果、アメリカでは北米の大部分から南米にまで広がり、ヨーロッパでも26カ国で記録、アフリカにも移入され、オーストラリア以外のすべての大陸で見られるようになった。ベルギーでは具体的に在来の七星点灯、二星点灯の生態系に影響しているという研究も紹介されている。波点灯と反問の似た。 天ム虫は他にもいるが、特に栗崎天頭は、長年、波天頭のシノニムとされていた種で、複数の比較研究がされている。反紋が、波天頭と似通っており、外見での識別は困難だが、幼虫の外見が異なる。また、波天頭は少子に、ヒダが現れる個体と現れない個体がいるが、栗崎天頭では見られないため、ヒダのあるものは、すべて波天頭である。 波ト灯が後半に生息するのに対し、栗崎ト灯は松の葉にしか見られない。生殖的にも完全な物種であり、実験環境では、波ト灯と栗崎ト灯は交尾し散乱するが、その卵が孵化することはない。1971年に笹地博之により波ト灯の集団の中から発見され、1917年に記載されていた。 つボシテントオプテキャノティスイエ電子スタキザワであることが分かり、原木採者の栗崎マスミにちなんで新たには名が付けられた。発見経緯は、笹治の著書、テントウムシの自然史に詳しい。本種は松につく松大アブラムシの捕食に特化しているが、飼育下では普通のアブラムシで問題なく飼育できるため、なぜ松に特化しているのかは、笹治も結論が得られていなかった。 これについては、鈴木則之が波転倒と複数の比較研究を行い、著書でも紹介している。鈴木によると、森口光の著書でも触れているように波転倒が分布しない南西諸島では、松以外にも見られる。シベリア、カラフト、中国、朝鮮半島、日本。南西諸島には分布しないと言われていたが、最近の情報によると、 沖縄本島と石垣島で記録された。ありがとうございます。